お疲れ様です。パーソナリティのあずさっす。今日も動画を見てくれてありがとうございます。さて、今回のテーマは？日本の高校に通うドイツ人留学生の一日に密着。アニメのような生活に海外から羨望の声をお送りするっす。訪日観光客と同様に毎年増え続けている外国人留学生。統計では留学生の数は約24万人で前年比3万人 14.8% 増となり、ここ5年で 1.5 倍に増えているっす。今回ご紹介する映像はドイツからの女子留学生が撮影し Facebook に投稿されたもので、登校から帰宅までの1日の流れが紹介されています。特段イベントの日などではない、あくまでも日常を映したものですけど、多くの外国人の目にはとてもキラキラとした光景に映ったようでした。ちなみに動画は概要欄に貼り付けているっす。ぜひ見てみてください。海外の反応。アニメの世界みたい。私がずっと夢見てきた生活がここにある。私が日本の学校に行ったら多分うまくいかなそう。日本語わからないし、肌が褐色だから目立ちそうだし、友達になってくれる人がいないかも。日本人は外国人が好きだって聞いたよ。変に意識しなきゃ向こうも意識しないと思う。特に高校生とか今の若い世代の人たちは。学校に入る時に履き替えた靴は何？一日中その靴を履いてないといけないの？アメリカは日本の教育システムの優れた部分を学んでほしい。日本の生徒たちが羨ましいよ、本当に。生徒たちが自分たちで掃除をしているのが素晴らしい。日本の生徒たちは責任感を持って行動しているよね。私のクラスは先生の言うことは聞かないし、想像し。ほとんどの生徒は車で通学してるし、学校には清掃員だっている。朝に自転車で学校に通えるなんて素敵。私は母親が日本人で、お父さんがフランス人。もし日本に生まれてたら、もっと違う人生だっただろうな。あなたはラッキーだね。私もいつも日本の学校に行きたいって思ってた。クラスメートもみんなあなたに優しそう。素敵な映像をどうもありがとう。正直、日本の学校生活の様子を見ても、私たちからすると、ああ懐かしい、くらいにしか思わないっすけど、逆に海外の学生生活はどのようなものなんでしょうね。ここで映像の女子留学生の故郷であるドイツと比較してみましょう。まずは日本と大きく違う点をご紹介。日本の学校はただ勉強を教えるだけでなく、生徒の人間性を育てるという目標を持っているっす。なので協調性や団結力を育む一環でたくさんの行事があります。しかしドイツの学校には文化祭も体育祭も修学旅行もありません。なぜなら学校は授業を受けるところだからです。それ以外の要素は学校に求められていないのです。ドイツの学校は授業を行うところという定義はびっくりするぐらい徹底されているっす。ゆえに朝夕のホームルームもありません。先生も生徒も朝の登校は時間ギリギリで、学校に着くといきなり1時間目が始まります。授業は宿題がない、どころか先生が宿題を出してはいけないので、やってきたかどうかの確認もなく、いきなり授業の本題に突入するっす。生徒たちは校則も制服もないせいか極めてラフな態度。そしてなんと授業中でも飲食 OK です。バナナをもぐもぐしながらノートを取っている生徒が普通にいるそうです。あちらの机にはチョコが、野菜スティックが、パンが。これはドイツが国民全体に自由の原則を徹底しているという証。食べたい時に食べ、飲みたい時に飲む。無理に我慢はしないのです。勉強を教えるところである学校には生徒個人の欲求を否定する権利はないっす。修学旅行がないのは寂しいですけど、制約の強い日本人からしてみればこの自由なあり方は羨ましいっすね。また日常生活からは少し離れますけど、教育制度も日本とは大きく異なります。日本では自分の将来とか
キャリアというものを考える機会は、就活が始まるまではなかなかありません。ヨーロッパの中で、ドイツ人は割と日本人と似てると言われはするっすけど、ドイツではとても小さな頃から自分のキャリアというものと向き合わなくてはならないので、学校教育の仕組みも結構違います。まず、日本の小学校は6年制ですが、ドイツでは4年制です。しかも、半日制の学校もあるようで、そういう学校では、昼過ぎには子供たちは帰宅することになるっす。勉強するのは、国語と算数が中心で、体育や音楽、宗教などはあるが、日本でいう理科や社会はありません。また、第二外国語もあって、英語やフランス語などを学びます。日本では、6年間の小学校を終えた後は、受験をしない限り、通常は住んでいる地域の中学校にそのまま進学するっすよね。ドイツでは、将来の進む道によって、小学校を卒業した後の進路が大きく変わります。簡単に分類をすると、ギムナジウムは管理職、その他は職人やマイスター、親方になる道として認識されているっす。ギムナジウムとは、カリキュラムは9年制で、総合大学の入学資格であるアビトゥーアを得るために行きます。日本で言うと、センター試験のようなものですけど、アビトゥーアはセンター試験のように何度も受けることができず、この成績によって入れる大学が決まってしまうので、非常に厳しく狭き門となっているっす。その反面、アビトゥーアの成績は一生有効なので、高校を卒業して働きながら、希望の大学に入れるまで待機するということもできます。中等実家学校、中等商科学校。カリキュラムは6年制で、つまり小学校の後の進路で大学に行けるかどうかが決まってしまうのです。卒業後は職業学校である専門上級学校や専門大学、カレッジに進学ができるっす。ここに進学する子は将来的には事務職や専門職を目指すことが多いと言われています。機関学校、大学へ行かなくてもいいやという子は中学校に進学するっす。カリキュラムは5年制で、職人や販売員を目指すための学校です。終了後は、職業訓練や見習いとして働き始める人が多いようです。このように、ドイツでは小学校を卒業してからの進路が、その先の進路にも大きく関わってくるっす。つまり、小学校の後の進路で、大学に行けるかどうかが決まってしまうのです。そもそも、進路は小学校の成績によっても決まるので、あまりに小学校の時の成績が悪いと、ギムナジウム、大学進学コースには進めません。とはいえ、実家学校などで成績が優秀であれば、ギムナジウムに転入することはできるようですが、それほど自由ではありません。ドイツでは、小学校を卒業して、ギムナジウムに行って、アビトゥーアを受けない限りは、総合大学への道は開けませんでした。日本の大学進学は、ドイツと比べると、超自由っす。例えば、高校で商業科に行っても、高卒の資格さえ持っていれば、東大の理系だろうが、東京理科大だろうが、どっかの医学部だろうが入学することはできます。逆に、ずっと物理の勉強や機械の勉強を高校でしていても、大学では文系の学科に進むことも可能っす。こういった教育制度のおかげか、10歳が人生の大きな転機になりうるドイツでは、私たちよりも早く、キャリアや働くということを考えることになります。また、小さな頃から職業を意識する制度や、ものづくりを支えるマイスター制度があるおかげで、技術を持った職人やマイスターといった、いわゆる手に職という意識が強いみたいっすね。学校で学んだことが就職にも密接につながっているので、就職もその道で就職するのが普通だそうです。また、やっぱり違う道に行こうと決めた時には、その学部に入り直す必要があることもあるそうです。つまり、企業が求めているものの中心には、スキルであったり、専門的な知識であると言えるのでしょう。一方日本では、法学部の人が、やっぱり IT に行こうと思えば、IT の会社の説明会に行き、専攻を受けることができるっす。また、入社後には統一的な研修のもとで、プログラミングの講座を受け、OJT などで上司とパートナーになって実際の現場で学ぶこともあります。
このように専門分野とは違うところに就職して仕事ができるというのも、総合職という謎の職種があったり、新卒が当たり前な日本だからかもしれないっすね。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、校則が比較的厳しく、個性を出す機会もさほどない日本の学生生活も、海外から見ると羨ましいと思われるみたいっす。まあ、日本のアニメは学生ものが多いので、それに影響されている外国人もたくさんいるんでしょうね。よかったら、皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後まで見てくれてありがとうございましたっす。